こんにちは。株式会社スピーチジャパンの三橋大介ですえ。今日も就職活動のテクニックということでね、就活をテーマにしたテーマ二つ目ですけども、このね、えー、発信でね、一、えー、本目は、ね、就職活動はやっぱり一時情報が大事だよと、経験値を話しましょうっていう話をしたんですけど、今回はですね、就職活動で面接官の質問は全てこう返せば OK というね、はい、究極の答え。 という話ですけれどもいろんな角度から就職活動していると面接官は面接を飛ばしてきます聞かれたこともないような突飛な質問もあると思います例えばまあ私はね言われたことありますよなぜ今日あなたはそのネクタイをしてきたんですかとかねあとはところで三橋さんは ポジティブですかとかね。これ、答えがあるようでなかったようで、ね、迷うと思うんですよね。普通はまず自己紹介をお願いしますとか、あなんで弊社に入社を希望されてるのか、志望動機をお願いします。まあ、この二つはね、必ず聞かれるんで、まあ、答えを用意していくと思うんですけど、その他ですよ。えー、いろんな角度から、最近気になったニュースは何ですかとかね、最近興味あることは何ですかとか、まあ、いろんなこと聞かれるじゃないですか。で、これ考えれば考えるほど、で、その他のね、自己紹介と志望動機以外の質問の 想定問答なんかを考えても僕は究極言うと意味がないと思ってますだってどんな質問来るか分からないわけですよ考えようと思えば向こうはどんな角度からでも質問って投げれますからでびっくりするわけですよえそんなの初めて聞かれるどうしようどうしようと、ね、想定問答集にはなかったみたいな であわあわあわってまあもちろんそういうのを期待して用意できないような質問をしてくるところでねその人の臨機応変さをチェックしてると思うんですけど大丈夫ですその混乱しない大丈夫でそういう時に僕もどうやって乗り切ったかって話をしようと思うんですけれども例えばねまあその三橋さんってポジティブですかって聞かれるってなんでいろんな角度からいろんな質問をするかっていうことなんですよねでまず一つ目に大事なことはやっぱり臨機応変に用意してなかった答えもちゃんと答えてその人がどういう本か 本音をを持持ってるかってていいいいるるかうううのの探りたいととい気持ちがあるいうのがあ点ですでもう一個大事なことっていうのはこれが今日のポイントなんですけど何を聞かれても結局あなたの会社に入りたいですという結論に導けるかどうかっていうのがポイントなんですよ。 もう一回言いますよ。いろんな角度から質問されます。なんでネクタイその色なんですかとか。まあ何でもいいんですけど、でも、何聞かれても何を答えてもいいから、最後は、だからあなたの会社に入りたいんです。ということを言えるというのが大事なんですよ。例えばね、あ,あなたはポジティブですかって聞かれた時に、ダメな例は、 はい、ポジティブです。これダメですね。何がダメかっていろんなダメポイントありますけど、もしこれ5人ぐらいいたらね、実は実際いたんですよ。僕どっかの百貨店でこの質問されました。あなたはポジティブですかって聞かれて、僕最後だったんですね。5人目でした。で、1番目から4番目の人は、はい、ポジティブです。次。 はい、ポジティブですって。もうずーっと同じこと言うんですよ。ポジティブです。それはね、ネガティブですって言う人は多分いないと思うんですけど。で、僕は、あ、これはね、はい、ポジティブですって5連発したら誰も差がつかないし、これはチャンスだと思って、僕は違うこと言ってやろうと思って、僕言ったのは、はい、もちろんポジティブです。私はですね、普通に駅から自分の家まで5分ぐらいなんですけど、歩いて帰って、もし転んで手首を折ったとしても、手首折っただけで済んでよかった。交通事故で死ななくてよかったと思うぐらいポジティブです。 で、こういったポジティブな考え方を、御社に入って、ね、入社した暁には、そのポジティブさを活かして、どんどん前向きにいろんな企画をしたり、いろんなプロジェクトに参画して、御社の売り上げをちょっとでも上げる貢献をしていきたいと思います。よろしくお願いしますって言ったんですよ。これ、後半変わってるの分かりますはい、ポジティブです。で、ポジティブの理由みたいなのを、まあまあ、思いついたことを言いました。まあ、それもだいぶ差別化になったと思いますよ。 普通に帰ってね、こけて腕折ったってラッキーと思うっていうところね。で、さらにそのポジティブさを活かして、御社でこういう活動をしたいっていう自己 PR に最後つなげてるわけですよ。これがポイントですね。だから、何言われてもいいんですよ。ね、なんでそのネクタイなんですかって言われたら、いや、 この青なんですと。この青を切ると僕テンションが上がってね、すごい気合が入るんです。そのぐらい御社に入りたいんです。わかりますかね。何言われても最後はだから御社に入りたい。だから御社に貢献ができる。という風に必ず繋げる。というのがすごく大事です。なので、通り一辺倒にというか、聞かれたまま答えちゃダメです。何聞かれても必ず PR に繋げる。という風な、まあ、その展開力っていうところももちろん見られてると思うんですけれども、まあ、それはね、ぜひやってほしいなと思います。あの、いろんな角度から質問が来るんで、 全てのの問答を答えををえ用意すするのは不可能です面接官が見たいのはその臨機応変さとかついかに自分がねあなたの会社に入りたいというアピールができるかという表現ができるかを見ておりますんで是非その意識を持ってですね面接に臨んでいただければと思いますいろんな角度の質問は怖くはありませんのでねそんな感じでございまして、まあ、就職活動についてお話をしましたこのほかビジネススキルなどいろんなお話をしてますんでよかったらアーカイブもご覧ください以上スピーチジャパンの三橋大輔でした